はい、こんにちは。枝島クッキングのお時間になりました。はい、さあ本日も美味しいお料理を作っていきましょう。はい。はい。餃子ですね。はい。石川製麺のジャンボ餃子です。はい。ちょっと消費期限が今日もう25ですね。25の午前3時半。はい。ちょっともう。切れておりますけれどもね、まだギリギリ大丈夫です。はい、石川製麺のジャンボ餃子、はい、これ大人気商品ですね。198円だったかな。はい、それから海の恵みたっぷりの広島産牡蠣フライ、これ半額ですね。はい、580円、290円か。これはね、あの卵とじで丼にしてね食べようと思うんですね、牡蠣フライはね。はい、まあちょっと多いかな、半分ぐらい。うん、はい、餃子はこれ全部食べます。はい。はい、ということでね、もう今、室内の温度は0度ぐらいかな。水出ませんでした。最初。はい。大変凍っておりますけれどもね。まあ、やっていきましょう。はい。油を拭きます。はい、ちょっと弱くしますか。はい、ちょっとだけ水入れましょうか、餃子に。あー、もうやばいな、ほら、もうやばい。ひっくり返そうか。そしてちょっとだけ水入れて、さあ問題はこれだな。丼はまあつゆ1に対して水3から5ということなんで、はい、つゆをどう、このぐらい、どうだろうか。はい、入れました。そしたらお鍋に入れる。はい、はい、かき混ぜます。牡蠣を入れると。はい、5個。これはまたお昼でも食べようか、明日の。はい、餃子はどうだろうか。まだかね。もうちょっとじっくり火通してみようか。火立っとるし。うん、ああ、やっぱり少なかったんかな。ちょっとつゆと水のあれを足しますね。蒸発してきた。あら、こいつは厄介もんでね、多く入れたらすごく味濃くなるからね、うん、ちょっと食べにくくなる。まだ薄い方が食べれるっていうね。はい、卵とじ風に。はいはい、入りました。蓋を閉める。はい、じゃあ開けます。ちょっとべちゃべちゃになりましたね。なんかちょっとね、この餃子のね、この皮の水分ついとるとあんま美味しくないのよね、餃子ってね。水分飛ばすために蓋開けて、ちょっと、ま、む、あの、あ、蓋開けて、火弱火のまま、ちょっと3分ぐらい置いてみますね。はい。はい、山盛りご飯です。
すごい。さあ、はい、どうでしょう。わあ、完璧やん。これうまい。あ、もうちょっと、もうちょっと、もうちょっとやんな、卵。ちょっと鍋にこう油か水かたまっとるんで、これクッキングペーパーで取ろうか。あんまりね、餃子に、の皮にべちゃべちゃやると美味しくないの。ああ、もういいやろ。ちょっと、これ卵柔らかいの好きじゃないんですけど、まあいいか。うわ、こぐりついてない。ちょっとこぐりついた。このぐらいならもう大成功やろ。はい、どうですか。あとはちょっとその脱出油の量が濃くなければ大成功や。はい、はい、餃子はどうかな。あ、いい感じ。皮の水分がねなくなってきた。あ、まだビチョビチョやな。でもちょっとあんまビチョビチョ美味しくないんやでな。ちょっと強火にする。カッと。よし、終わろう。うわ、めっちゃうまそう、この盛り付け最高やん。はいはい、これ石川製麺のジャンボ餃子。はい、餃子にはお醤油をかけます。はい、このぐらい OK。 また再生ボタン押しなかった。録画ボタン最悪やな。はい、もう食べましたけどね、あのちょっと味が濃かったです。つまり、そがき屋の脱出油を薄めきれてなかった。うん。でも全然食べれます。はい。はい、餃子も一個食べましたけどね。餃子美味しかった。うん。うん、餃子は最高。はい、そんなことで今日はね、ジャンボ餃子とカキフライ丼でお送りいたしました。さよなら。